さあ、まもなくその最終クォーター、第4クォーターに移ります。攻守方向入れ替わり、トライスターズ相手陣30ヤードの位置からサードダウン5で試合再開となります。トライスターズサードダウン5、ラニバック21番にトスをしまして、右オープンランプレーを展開しようとしましたが、これを広島ディフェンス陣殺到しまして、このランプレー阻止しました。フォースダウンに変わります。トライスターズフォースダウン6、フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングス49ヤード、このキックはしかし失敗ですが、イエローフラッグ、反則が発生しています。さあ、この反則果たしてどちらのチームにあったでしょうか。まず時計の訂正が入ります。試合時間は残り9分15秒に訂正されます。ディフェンスの反則です。イリーガルフォーメーション、不正な体型を取りました。これにより5ヤードの抜体となります。従いましてトライスターズ5ヤード前進してフォースダウンをやり直しという形になります。トライスターズは同じくフィールドゴールフォーメーションを取りました。キックレングス44ヤードのフィールドゴールに挑みます。キックしかし失敗、フィールドゴール失敗で無得点となりました。攻守交代となります。トライスターズ果敢にもここでフィールドゴールによる得点を狙いましたが、しかしこのキック届かず不成功となりました。しかし十分にフィールドゴールが狙える距離ではキック力を見せました。トライスターズキッカーは13番の中塚でした。これによりしかし攻守交代となり広島の攻撃になります。広島ファーストダウン10、さあまず広島のランプレーから入ります。なにわ君20番ハンドオフから右オープンに展開、相手タックルを受けながらしかし8ヤードのゲインとしています。広島ランニングバック20番は玉山、京都教育大学出身。広島事前に35ヤードからセカンドダウン2、さあまだいった、前が空いている、ビッグゲームファーストダウン。ここでランニングバック21番ハンドオフから中央突破、
ディフェンスの隙間を縫うように走り抜け左オープンを疾走、一気に相手陣ゴール前に迫る形でのビッグランを決めました。ナイスランファースター。素晴らしいラン決めましたのは広島ホークスの21番の岩田、立教大学出身。広島相手陣9ヤードに入りましてのファーストダウン2ボールとなります。さあランニング39番に託して右オープンへのランプレー、相手タックル受けながら約2ヤードゲインとしています。ランニング39番は竹之内、関西大学出身。広島相手陣7ヤードの位置からのセカンドダウン2ゴール。ここでトラブル発生、クォーターバック自らボールを抑えましたが約4ヤードロスになっています。広島自陣失礼相手陣11ヤードからサードダウン2ゴール。トライサーズナイスディフェンス。ここでランニング21番のランプレーによって突破を図りましたが、トライサーズ53番見事に対応しましてこのランプレー阻止しました。素晴らしい対応したのはトライサーズ53番の大阪電気通信大学出身のルーキーです。広島フォースダウンロングになりましてフィールドゴールトライ、こちらもキックによる3点ゴールになります。キックレングス30ヤードですがここでイエローフラグ、反則が発生しています。広島の反則です。交代班フィールドの中に12人いました。アメリカンフットボールはフィールドの中は11人以下でなければいけません。作戦タイムを含めましてフィールドの中11人の人数を守れず結果的に5ヤード抜体となります。広島フォースダウン2ゴールフィールドゴールトライです。5ヤード下がりましてこのフィールドゴール決まりますでしょうか。キック成功、3点獲得。広島フィールドゴール決めまして追加点3点を挙げました。広島ホークス9点、トライサーズ0点。双方フィールドゴールを狙うという形になりました。そのキックレングスの差には大きな差がありましたが、しかし広島がこれを決めましてさらにリードを広げる形に成功いたしました。その得点を挙げた広島のキックオフで試合再開となります。トライサーズリターンに入ります。トライサーズ陣30ヤードを超えたところからの攻撃と変わります。ここでホイッスル、トラブルが発生しているようです。これイエローフラグ、反則となりました。
存在交換と広島52番キックエンドから15番ここで広島にアンスポーツマンライクコンダクト、スポーツマンにふさわしくない行為がありました。この反則は重大な反則として扱われます。反則はボールデッドとなりました地点から15ヤードの罰則、従いましてトライスターズ15ヤード前進して攻撃を得る形になります。非常にタフな競技でありますアメリカンフットボールですが、そのモラルに関しては非常に厳しく自立を求めております。ラフ行為に対するペナルティは重大な反則として扱われるようになっています。これによりトライスターズ自陣47ヤードからファーストアウト、パス不成功。ここでクォーターバック19番、右サイドライン際ワイドレシーバー18番へのパスでしたが、このパスはオーバースロー、パス不成功となりセカンドダウンに変わります。トライスターズ自陣47ヤードからセカンドダウン10、インターセプト、タッチダウン。トライスターズここでスクリーンパスをランニングバックに投じましたが、そのパスを取ったのは広島ホークス57番、そのまま一気にエンドゾーンに駆け込んでタッチダウン。広島インターセプトリターンタッチダウンにより6点獲得となりました。見事タッチダウン決めましたが、広島ホークス57番の手塚、広島大学出身のルーキープレイヤーがここで素晴らしい仕事を決めました。そしてタッチダウンの後のワンプレートライフォーポイントに広島挑みます。このキック見事に決まりまして1点追加、広島ホークス16点、トライサーズ0点となりました。先ほど試合が膠着気味になる状況でしたが、しかしここで目の覚めるようなインターセプトリターンタッチダウンを広島ディフェンス陣決めまして、見事この状況を打開する素晴らしいワンプレーがありました。その東島の その得点を挙げました広島のキックオフで試合再開となります。さあトライスターズリターンに入ります。リターナー18番、右サイドライン際駆け上がるように自陣35ヤード地点を確保しました。トライスターズ自陣35ヤードからファーストダウン10、ドロープレー、パスに見せかけたランプレーでまず突破を図ります。何曰くキャリアは21番の木田でしたが、しかしこれを広島ディフェンス陣集まりよくノーゲインとしています。トライスターズセカンドダウン10、ボールオン自陣35ヤード。
パス不成功。ここでパスプレーにより状況打開を図りましたがトライスターズ、しかしこのパスは通らずパス不成功に終わっています。ダウン一つ進みましてサードダウンに変わります。トライスターズサードダウンテここでワイドレシーバー2番にヒッチパス、キャッチアンドランにかけましたがしかしこれもディフェンス陣の集まりよくノーゲインとなっています。ダウン1つ進みましてフォースダウンと変わります。トライスターズフォースダウン10パントフォーメーションを選択しました。このパントを広島自陣20ヤード付近で抑えましてこの位置での攻守交代となります。攻守変わりまして今度は広島の攻撃と変わります。広島自陣20ヤード付近からファーストダウン10インターセプト。ここで広島ロングパスを投じましたがそのパスターンボールとなりこれを取りましたのはトライスターズ17番インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。ここに来て天候が悪天候となりまして風向きが非常に不安定になりました。それによってトライスターズ見事攻撃権奪取を果たしました。見事インターセプトを決めましたのはトライスターズの17番の坂江大手門学院大学出身。トライスターズ相手陣47ヤードからの攻撃を終えましてファーストダウン10に入ります。パス成功ファーストダウン。これでクォーターバック19番ロングパス競り合いながらワイドレシーバー18番見事にこれをキャッチしまして攻撃権更新です。ファーストダウン見事ロングパスを決めました。クォーターバック19番は久保田京都大学出身取りました。ワイドレシーバー18番は勝山天理大学出身。トライスターズ相手陣25ヤードの位置に入りましてのファーストダウン10。さあここでランプレーを入れます。ドロープレーを入れましてランニングバック21番タックル受けながら前進約3ヤードゲインとしています。ここでホイッスル。タイムアウトチームタイムアウトトライスターズ後半。ここでトライスターズ後半1回目のタイムアウトを取ります。双方とも前半終わりました段階でタイムアウトの残数はリセットかかっております。トライスターズこれが後半1回目のタイムアウトです。
トライサーズ後半1回目のタイムアウトを使いました。試合再開となります。相手陣22ヤードからトライサーズセカンドアンセブン。パス不成功。ここでクォーターバック17番パスプレーで打開を図りましたが、このパスはタイミング合わずパス不成功となっています。ヤミ676様コメントメッセージありがとうございます。先週個々のプレーイングに関しては様々意見はあると思いますが、しかしこのフィールドに立っていること自体を私は称えたいと思います。トライスターズサードアンセブン。さあこのパスどうか。パス不成功。ここで一気にエンドゾーンを狙うパスを投じました。クォーターバック19番ターゲットは2番でしたが、このパスはしかし広島のディフェンス陣によってパス不成功となっています。ダウン1つしないフォースダウンと変わります。トライサーズフォースダウンセブン、プレーを選択します。ギャンブル。パス不成功。ここでトライサーズはタッチダウンを狙うパスを投じました。ターゲット18番でしたが、しかしこのパスは合わずパス不成功となりました。4回目のプレー失敗ですので攻守交代となります。ターンオーバー。トライサーズこのチャンスを生かしたいというその攻撃でしたが、しかし残念ながら得点には至りませんでした。試合時間残り2分9秒となりまして、広島の攻撃と変わります。広島ファーストダウン10。さあまだ行きます。ナイスランファーストラン。何枠21番ハンドオフを受けて右オープンに展開。味方ブロッカー生かしながら大きく前進、攻撃権更新としました。広島ファーストラン素晴らしいランしました。広島ホークス21番は岩田、立教大学出身のプレーヤーです。そして広島自陣46ヤードからファーストダウン10。今度は何枠20番がハンドオフを受けて左オープンに展開。味方ブロッカーの壁を生かして約4ヤードのゲインとしています。何枠20番は玉山、京都教育大学出身のプレイヤーです。また中でボールを持った選手が倒れている場合は時計が回り続けます。試合時間残り1分20秒を切りました。広島ハーフウェイからセカンドダウン6。さあ中央にランプレーを入れます。何バック39番、密集点をつくように約3ヤードのゲインとしました。ここでホイッスル。レフリータイムアウト、負傷者のタイムアウトです。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入ります。この配信は X3 全13チームの共同企画により、すべてのチームおよびこの画面上に映し出されたさまざまな方々のご寄付によりまして、この配信は実現いたしました。これによりましてこの会場にお越しいただくことがかなわないご幼少の方、ご高齢の方、ご病気をお持ちの方、そして遠方地におられこの会場にお越しになれない方々にもこの試合をご覧いただくことが可能になりました。皆様のご厚情大変ありがとうございます。
できる限りそのご期待に応えられるよう全力で配信させていただきます。さあ試合再開です。広島サーダウン3。さあここでトラブルは発生しましたが、しかしボールは自ら抑えております。中で倒れた形になりますので時計は回り続けます。ここでホイッスル。タイムアウト、チームタイムアウト、トライサーズ。ここで後半2回目のタイムアウトを取りました。場所は六甲、神戸王子スタジアムのその天候、まさに六甲おろし吹き荒れる中でのこの XE の第5節となりました。さあその試合も残り時間28秒となっています。広島フォースダウン5、プレーを選択します。ギャンブル。ここでホイッスル。トライスターズ、ここで後半最後のタイムアウトを使いました。広島はここでパントフォーメーションを取ると判断していたようですが、広島がここでギャンブルを選択しようとしたため、ここでトライスターズあえて2回タイムアウトを使い切りました。試合再開となります。残り時間28秒、広島フォースダウン5、プレーを選択します。ギャンブル。さあクォーターバック自ら中央突破しましたが、この判定どうなるでしょうか。攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンギャンブル失敗、攻守交代となります。ターンオーバー。トライサーズ残り時間19秒残して攻撃権を得ることに成功しました。トライサーズ自陣45ヤードからファーストダウン10、試合時間残り19秒。さあ中央のランプレーで突破を図りましたが、ゲインは約4ヤード、セカンドダウンに変わります。時計もあります。さあパスを叩きつけましたが、時計止めることに成功したでしょうか。このプレー残り時間0秒となりました。このプレー自体が成立する前に試合終了となりました。試合終了となりまして、広島ホークス16点、トライスターズ0点、広島ホークス勝利となりました。出し高様、ヤミ様、コメントメッセージありがとうございます。その期待に応えるように広島はここで見事勝利を収めることに成功いたしました。
素晴らしい戦いでした。ナイスゲームでした。広島はこれによりまして今シーズン4勝1敗でシーズンを終える形になります。試験ですが今季広島は非常に戦力充実しておりました。途中よりさらに選手多く加入し、おそらく近年見ましても最強の布陣だったと思います。それだけに初戦となりましたその第一節、今季優勝を果たしました松栄の一戦、落としたことが痛恨だったと思いますが、その戦力充実ぶりは非常に見応えありました。来季に向けて非常に期待が持てる今季の広島ホークスでした。対してトライサーズ、今シーズン陣容大きく変わりまして、非常に未経験選手含めてそのチーム体制を見直す形のシーズンとなったと思います。しかしその戦い見事であり、勝利はできませんでしたが、全ての試合において素晴らしい戦いを見せてくれました。来季に向けて両チームとも期待ができるこの最終節の一戦でした。ナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、影のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみにしつつ、ここで一旦配信を本日は終わらせていただきたいと思います。本日の配信は XE 全13チームの共同企画によって実現いたしました。多くの方々のご好評大変ありがとうございました。その配信を実施いたしましたのは私、道楽屋リチャーでした。それでは失礼いたします。